ラクラル千鳥動画選手権。俺はお前のことが大好き。これからもよろしく。せーの、チキチキ。なにわ男子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この度僕たちなにわ男子のニューシングル「スペシャルキス」が3月8日に発売となります。フォースシングルでございますけど、はい、流星どんな曲でしょうか。ちょっと大人っぽくなったなにわ男子が歌うミディアムバラードのラブソングとなっております。そうですね。しかもこの曲は恭平が主演のなのにチキラ君が甘すぎるの主題歌ということですけども、やっぱ映画の主題歌も初、そうやね、僕らミシアとした初だったので、うん、よかったね、はい、ということでそんな、スペシャルキスにちなんだこんな企画をご用意いたしました。はい、題してキスしたくなる自撮り動画選手権。なるほど、はい、選手権バラバラに分かれていただきまして自撮りキス動画を撮っていただきます。ただしただキス動画を撮影するのではなく、キスとは無縁のアイテムをくじで決めまして、そのアイテムを動画の中に入れ込まなくてはいけません。これ一回やりましたね、僕たち。恭平の恭平が被写体になって撮った、うん、あれね、あれ変な動画、あの伝説の赤コーンのやつです。あ、そうです。踏み切れて倒れてる。そう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 、これが作るんです。はい、伝説の赤コーン事故ですかみたいな。最終的にですね、よりキスをしたいと思うスペシャルキス動画を撮影した人の勝ちとなります。あ、そっか。こちら称号あります。わー、わー、え、これさ、ちなみに何個貯まればあれだったっけ。3個。俺今2個貯まってんだよ。お、マジ貯まってる。先に取ったもんな。そう、ちょっと映画で撮ったんか。今リーチかかってるの。あれ、ケントもリーチかかってる。誰リーチかかってる。俺もリーチ。でも今年のあとゼロや。良くないな、良くないな。今年度、今年度ゼロ。だから今回チャンスか、チャンスか。ほんまちゃんとやりや。ちゃんとやってる。嘘つけ、ちゃんとやってへんやつやろ、あれは。ちゃんとやってる。赤コーン、さっきの偉さを出したかったやん、あの時は。なるほどね。じゃあ、どうだ。はい、招き猫。招き猫。いや、まあでもキスとは無縁ではある。無縁ちゃ無縁やけど。あら、泣いちゃってる。泣いてる泣いてる。あれ、喋ってあげて。好きな食べ物は何ですか。ない。ない。のりのりのり。はい、じゃあ僕っすね。はい、じゃあ行きましょう。お、やかん。あー、出た。前もやかんやったよ。前もやかんよ。あれ、前もやかん。あ、もうやかんよ。これもご縁ですね。やかん、なんて言って。やかんはあかん。初歩的なやつ。やかんか。やかんはあかん。これは続きまして、やかんはあかんの人。はい、太鼓。おお。え、太鼓。こっちの太鼓ですね。最高か。こっからがキスにつなげないといけない。どっから引っ張り出してきたの。いや、続きまして、ハゲヅラ。出た出た。え、これ何使う。このカツラといえばリュウセやん。違う。また出そうとしてる。このカツラといえばリュウセやん。選ぶね。うわ、マジか。これどうやって使うの。続きまして、長靴。おお、長靴。おお、まだ使えそうだよね。テカテカ系の方ね。デカデカ系ほんまに長靴やね。じゃあ私にしちゃってこちら、あと2つ。おぉ、トイレットペーパー。おぉ、え、なんかこれちょっと待って、これどうしよう。でもなんかさ、広げていったらいろんな使い方できそうじゃない。広げる、トイレットペーパーとしてじゃなくて演出として。なるほどね。おぉ、もう考えてくれてる。あ、すごいわ。ありがとう。じゃあ、ラスト。服があるって言ったのか。そう、服があるから。もんやで。おぉ、キャッチャーマスク。これはやばいな。キスするのむずいぞ。むずいな。お前な。いや、使い方はあるんちゃう。いや、ありそうやけどな。いっぱいありそう。使ったよね。いっぱいありそう。いや、あのストレートの持ち方だね。はい、こちらを使ってですね、おのおのにキス動画を撮ってきていただければいいなと思います。はい、もう今スペシャルキスですから、使いながらかっこいいやついただければいいなと思います。はい、それでは参りましょう。通帳明るいとこでやりたいですよ。あ、楽屋とか。どうしよっかな、太鼓むずない。スペシャルキスね。どうしよう。
会いしましょう。これもう真剣にやるか今日は。今日今日はいいんじゃないでしょうか。入りましょう。さあ、全員の自撮りキス動画終了いたしました。撮影しましたけども、ここの優勝者にはスペシャルキス王の称号が与えられますので、皆さんいいな、欲しいな。さあ、それでは早速見ていきましょうか。行こう行こう。じゃんけんしますか。じゃあ最初から、せーの、最初はグー、じゃんけんは最初はグー、じゃんけんほい。ってことは俺から右回りということで、じゃあ私から見ていきましょう。私、西畑です。さあさあ、私西畑はですね、こちらトイレットペーパーを使ってスペシャルキス動画撮っていきたいと思います。使い方むずいって。お尻拭いたことしかないもん。やってる。今日はさ、デート付き合ってくれてありがとう。いいよ。最後にさ、俺からちょっと見せたいもんがあんねん。なんか太鼓持ってる。太鼓もっと聞こえてない。そう、ちょっと待ってて。うわあ、なんですかこれ。英語がええもしかして見て、君のために用意したで。トイレットペーパーランウェイ。このトイレットペーパーランウェイのように長いこと一緒にいてくれへん。で、そのランウェイを一緒にこれからも歩み続けたいなって思う。これからもよろしく。わあ、シェアシェアです。あの太鼓の音とジョー君のあいっていうのが聞こえのあいっ、オッケーっていうのが入ってるんですよね。ポイントとしてはどこですか。やっぱトイレットペーパーランウェイでしょ。一発でいけたの。これ一発一発。おお、一発撮り。テーマありますか。お久しぶりのハゲヅラ。ね。そうやね。難しいなこれ。どないしよう。なんか思うのが、明るいとこより暗い方がキュンキュンしますね。どうなんやろ。めっちゃええやん、ここの照明。じゃあ、これからもっともっと刺激的な日俺だからお前のことが好きやなあ。俺はお前のことが好きや。やってっておい。撮影者かぶった。ごめん、ロケ場所変えてください。あれ、ロケハンしてましたっけ。ここしてます。僕、昨日ここロケハンしてるんです。今日から前日入り。はい、ちょっと来ますけど。はい、今若干噛んでたんで。な、ありがとう、助けてくれて。一発やもんな。はい、一発やもん。今若干噛んではったんで今かなと思いまして。アリアン、助けてもらってありがとう。これむずない。むずかった。よっ、久しぶり。ちょっとさ、連休続いたからさ、あんま会えてなかったけどさ、そう、俺ちょっとイメチェンして。どう、イメチェン。やば。え、どうしたそんな暗い顔して。可愛いな。可愛い、うん、ハゲヅラでも可愛いってさ。え、前の流星君の方が良かった。そっか。なんでそんな真剣に動画撮れるの。そっか、言ってくれたよかったのに。カフェなんかな。てってれー、実は切ってませんでした。びっくりした。怖い、驚いた。怖い怖い。ごめん、ちょっと驚かしちゃって。あのさ、もっと驚くことしていい。うん。おい、近っ。キスした。びっくりした。あのさ、チューしたかったからちょっとごまかしを入れて会いに来ました。じゃあ今日いっぱい楽しもっか。
しかったね。ありましたね。最初は連休続いたからさ、連休続いたからハゲにはしてこへんもんね。それだけ会えてなかったってことね。ちょっとね、寂しさとかも。なるほど。結構連休ちょっとごまかしを入れつつ、しっかり気持ちは伝える。いいね、これはキュンとしましたね。可愛かったね。僕らだけのステーションキー。じゃあまずテーマいきましょう。テーマ、なんかもう感じてくれ。おお。フィーリングフィーリングね。テーマは感じてくれ。感じてくれ。頑張ってね。ちょっと難しいな。考えてることがすごいな。太鼓むずない。むずい。OK! できた。え？いや、映ってる。怖い。見てね。めっちゃ映ってんの。長靴でフォーク前進、これから君と前進。オッケー。怖い怖い怖い。マジで？怖い怖い怖い。え、お前お前やってんじゃん。ふざけてんな。ふざけてるやん。おい。え、あなたちぎらくんやんな。なあ。え、ちぎらくんのあんなシーンだ。先週と全然違うで。何？あと、やれならせめてスタッフさん取り回すの一言声かけろよ。うん、めちゃくちゃギャラリーズ。それで終わって、オッケーオッケーオッケー入った。で、そのランウェイを一緒にこれからも。なんか長靴で何やったっけ。何してた。長靴でフォーク前進、これから君と前進。全然納得いかんからな。キャッチャーマスクでしたけど、キャッチャーマスクテーマはキャッチャーマスク女子と甘い恋。キャッチャーマスク女子、初めて聞いた言葉。キャッチャーマスク女子流行ってるもん。みんなマスクしてるけど、それはキャッチャーマスク。あ、なるほどね。じゃあ、あいたキャッチャーの、キャッチャーキャッチャーキャッチャーの、どういうシチュエーションなの。じゃ見てくれたら嬉しいです。ちょっと楽しみですね。自信満々もこれは王取るから。難しい。シャトルちゃん。シャ。シ。お。ああ、普通にキュンキュンすると。サクさん。これやばい。え？ツーアウト満塁。さあ、追い込まれました。ホームランが出るのか出ないのか。女子目線。最後の投球投げました、ホームラン、ホームランです。和也高校敗れました。1時間後。おいおいおい、どうした。負けたんか。まあまあまあ、やっぱ負けはな、人生にとって成長する成功の元になるって言うからな。だから、卒業してもずっとずっとお前のこと応援してるから。あとな、ちょっと俺言いたいことあってんな。まあ、勝っても負けても、お前のこと見てすごい勇気もらったし、尊敬するなって思いました。まあ、その姿を見て俺ずっとずっとお前のことが好きでした。あ、ちょっと恥ずかしい。だから俺と付き合ってください。え、いいの。じゃあちょっと VR 的な感じね。チューしていいですか。ちゃうやん、マスク取らんのできひんやん。あ、結婚式見た。じゃあよいしょ。最高、最高ちゃう。なるほどね、一人称視点やって。だからそういうことね。でもちょっと動いてた方がさ、人としてなんか成り立ってる。リアル感、そう、リアル感があってね。で、キャッチャーミット取ってあげる、自分で取るんじゃなくて取ってあげて、もうチューズ。あ、試合後ってことね。そう、試合後、試合後。いいやんか。そうそうそう。1時間後でもキャッチャーマスクつけてんねん。そう、だって待って、キャッチャーマスク女子やから。あ、そうか、ずっとつけてんねん。好きな人来ても外さへんねん。なるほどね。
これはちょっとめっちゃ自信ありと。自信ありやね。いいですね。新ジャンルでありますね。初の称号あるんちゃう、うん、じゃあジョー君、テーマは？テーマはですね、プレゼントキスミ。プレゼントキスミ。おしゃれな感じ。なるほど。もうだから今まで見てきた恋愛映画ドラマを全部凝縮したのが、ここに。ちぎらくんのやつも入ってる。入ってます。うわ、させていただきました。ありがとうございます。全然どうぞ。本当全然ゾンゾン。全然ゾンゾン。全然ゾンゾン。全然ゾンゾンだね。いい照明ありがたいからいい。最初流れ的にはコートってこの招き猫をどう使うかなわけですよ。手を挙げてる。これいいんちゃう。こうなってて。あのさ、俺の動画さ、めっちゃええとこでさ、流星がうわーとか言ってるのめっちゃ入ってる。申し訳ないけど、ロケハンのせいじゃない。いえ、そっちハゲヅラ使ってさ。どうする？撮り直す？撮り直せへん。一発勝負やから。このまま行く。俺のこと好きな人手挙げて。いやおい、ライバルいるここに。ライバル出現？ライバル出現じゃない。こいつはライバルじゃない。俺はお前のことが大好き。ちょっといい？スペシャルキスするやん。めっちゃキスされてるやん。すごい、めっちゃ結構しましたね。今回テーマスペシャルキスですよね。はい、でも普通のキスじゃないのよ。熱いスペシャルキスをいただいて。なるほどね。すごいよ。キス後も演出してそう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 。あちらは女性目線というか。あ、そうです。女性目線で最後こう倒して、うん、でキスして、あ、何が起きんのやろってパッて見てスペシャルキスやなあ、だから流星に上がりだからなんかさ流星やろな。明かりいっぱいある。あ、ジョー君なんかちょっとビジュアルとか気にするんやと思ったら、これ使ってたっけ。返せ早く。あの裏側どんな感じなんですか。でも思いっきりブシッ。好きや好き。見たくない。いややな、それこれ。ちゃんと俺気づいてる。ビジュアルリップ。ビジュアルリップ。めっちゃおろいやん。はい、ケントは夜間ですけども、テーマは夜間タイム。夜間タイム、いいですね。はい、夜間が生んだね、時間ということで、うん、やってきました。給湯室で、水入れるっていうシチュエーション。癖強い。めっちゃ恥ずかしいね、一人でやるのこれ。しかも自分で持ってるって考えたら。いや、お待たせお待たせ。いやー、なんかこの夜間にさ、水入れてこいって言われてさ、そう、一人で行くの寂しいから誘ったんですけど。え、何してたん？あ、暇やったんや。へえ。え、今日さ、カナとなんか予定あんの？ちょっと待ってな、夜間に水入れるわ。じゃあ、ロン。あ、ないん。じゃあ、カナとさ、遊びに行こうや。俺らってさ、もう付き合って1年半経つやんか。なんかまだ社員の人とかにさ、バレてないのすごいと思う。あ、社内で、社内あんま話してないもんな、この場所でさ、うん、なんかさ、2人でバレてないし、この水が止まるまでちょっと、秘密なことしてみる。目つぶって。秘密やで。あ、水溜まったから帰るか。レッツゴー。かわいい。めっちゃいいやん。頑張りました。いいね。目隠しよかったね。目隠しよかったですね。秘密感というか、特別感もチャラいでするっていう特別感もありますし、いい使い方してたね、夜間を。ありがとうございます。太鼓ですけども、テーマは ASMR。 おお、太鼓で ASMR 気になる。うん、あ、
太鼓むずすぎる。やばい、太鼓やばい、太鼓はえぐい。あかん、あかん、もう一回やろ。なんとこいいか、リップ音が、あの太鼓の音だというか、キスの仕方やな。オッケー、取れた。スタッフさんもな、うん、これどういうことだよ。何してんだろ。いや、思ってたよな。でもみんなの見て、あ、俺終わったと思ったもん。みんななんか彼女目線で語りかけてる。怖かったんや、待ってくる。俺しかも一番最後やし、一番最後やし。大丈夫、夢だよ。大丈夫、俺も似てるような名前じゃな。あ、そうやな、北部全身忘れてた。これ北部全身といい勝負。いい勝負。さあさあ、出揃いましたけども、はい、この中でスペシャルキス王を決めていきたいと思います。それではですね、自分以外の一番キスしたくなった動画はどれだったかを発表していきたいと思います。だってこの道具を使えてるっていうのもあるもんね。そうね、よく使えてるっていうのも、うん、さあ、それでは発表していきましょう。一番良かったと思う人、指差しお願いします。せーの。ということで、優勝はジョーくん。言ったやろ、だから全恋愛映画ドラマ凝縮したじゃん。スペシャルキス、うん、一番スペシャルキスやったよ。ということで、改めましてですね、1位になったジョーくん、はい、3月8日のね、今回のスペシャルキスの、はい、魅力を見ている方に伝えてください。はい、こちらはですね、もう全く僕のあのスペシャルキス王と全く同じぐらいキュンキュンしますので、本当にあの片思いソング、スペシャルキス、どんなスペシャルキスなのか、ぜひ皆さん CD でね、あの聞いていただいて、僕を思い出していただけたらなと思います。3月8日スペシャルキス発売、聞いてね。ありがとうございます。いいね。ということで、以上ナイフランでした。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、スペシャルキスもよろしく、道枝さんの太鼓もよろしくよろしく。絶対決める、短時間で。こんなんで悩んでると思うと恥ずかしいもん。君のことこの穴から見てたよ。怖怖すぎ。怖いよね。おい、スペシャルキスやな。